それでは内林さん、まず一つ目お願いします。はい、ここはね、竹内の先行、浅井が番手ということで、もうこれもう抜けたラインかなって感じがしましたよね、はい、あとは竹内選手が残るか残らないかって感じでしたかね。そうですね、はい、まあ中段を村上が取って、中部ライン先制ということでね、この体勢でもう出来上がったのかなという感じもしました。山崎は6番手にいますけどね、はい、まあ、ここからということになっていきます。まあ、浅井が尺を切って村上がまくりに行きますけども、これ合わされた形になっていきます。まあ、これも余裕がありますよね、浅井にとってはね、はい、山崎のまくり追い込みですよね。ここからが、まあ、1にいた足沢が伸びてということもありましたけどね、竹内惜しくも4着。そうですね、はい、はい、続いて11レースです。6番の岩本、内側には8番の吉本、はい、お願いします。はい、ここはね、稲が鍛えに行ったという形です。まずは岩本が一旦陰を切って、そこを後方にいた稲垣が叩いていくという状況ですよね。まあ、一旦こう内に似た抑えつつと、はい、いいタイミングで仕掛けていったと、理想の展開だと思いましたよね。はい、そしてここから追ってきた8番の吉本もいましたけど、すかさずそれに切り替えた新田、ワンテンポを置いてまくりに行くという形ですよね。これ岩津ね、うまくブロックしつつも、はい、ここから切り替えていきます。ちょっと菊池もこう、そうですね、ちょっとね、無警戒というか、そんな感じで追走しましたよね。まあ、そこにつけ込んだという形でしょうかね。うん、まくり切ったのは新田ですね。11レース全着順払い戻し金です。さあ最終12です。さあここはもうね、展開的にはもう、はい、鈴木が先行している状態から始まりますけどね、はい、お願いします。まあ、これ武田がね、5番手に収まって追いついていくんですね、うん、これ中段3番手は金子ですけども、追いついていった時にもう足結構使ったんで、うん、本来の武田はここで行くところですよね。そうですね、休まずですね、足使ったらちょっと休んでしまいましたよね、うん、ここで後ろの原田選手が休まずに仕掛けて、原田の場合はもう後方なんで行くしかないですからね、はい、それはこうそうしたのかなと、うん、まあ、園田が内を降りたのでちょっと原田単独になって、武田を追うか形こう絡んでちょっと落車でアクシデントになるんですよね。各選手早めのもがき合いでね、足いっぱいいっぱいだったと思いますよね。その結果原田がまくり切って、そして展開的に番手にいた小野が2着という形ですね、はい。